西春彦西春彦は、大正、昭和期の外交官、太平洋戦争会戦時の外務次官である、鹿児島県加瀬田出身。当園の親戚には、滝連太郎がいるという。また、赤瀬川源平の父はいとこにあたる。旧制鹿児島県立川編中学校、旧制一校を経て、東京帝国大学独法科卒業後、1918年、外務省に入る。 ニューヨーク領事館補時代に同じく、アメリカに駐在していた鹿児島県出身の外交官、東郷持長と出会い経緯を持つようになる。東郷が大和局長に就くと、その部下となるが東郷が交通事故で入院している間に、茂光葵の推薦で、陳太を総領事就任が決まってしまう。当時の陳太をにおいては、日本の領事裁判権は認められていたが、それを悪用する。 日本人も少なくはなかった。西はこうした日本人に対しては厳しい態度で臨んだために地元の中国人からは評判が良かったと言われている。その後、中ソ連行使に転任するである。1941年、東条内閣の外務大臣となった東郷は西を日本に呼び戻して外務次官に任じた。同郷である西を次官に据えることには外務省内でも 側近人事との批判が強かったが、東郷は、日米交渉という大事を前に、信頼のおける人物を必要としたのである。だが、春ノートの提出をきっかけに、日米は改戦し、東郷も翌年の大東亜省設置問題で辞任を、したために西も共に辞表を提出した。戦後公職追放となる中で、極東国際軍事裁判の被告人となった、東郷の弁護人を務める。 その後、1953年に中央ストラリア大使、1955年には中イギリス大使を務めて、太平洋戦争で悪化した対日感情の緩和に努めた。ロンドンで開かれた日ソ国交回復交渉のもと準備をしたのは西だと言われている。1958年に退官した後は、夫人の実家であるホテルニューグランドに入り、後に同社会長となる。 だが、1960年に日米安全保障条約の改定が問題となると、西は事前協議制や極東条項の問題を取り上げて、改定案は日本の安全保障に寄与せず、かえってソ連や中国の軍閣の口実を与えるだけであるとして反対論を唱えた。これによって安保条約改正反対派は勢いづくことになるが、西はあくまでも改定案に 問題ありとして反対論を唱えただけであって安保改定による日米関係改善を否定していたわけではなかった。だが結果的に安保闘争の激化によってアイゼンハワー大統領の訪日が中止になったことには軸自たる思いをしたと言われている。晩年まで各兵器廃絶運動に尽力する一方で鈴木島民らと統合の著作と電気編纂に奔走した。 また、日英協会理事長も務めた。亡くなる2年前の1984年には、大河ドラマ、三ンガモの登場人物として描かれた。ありがとうございます。